世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画でございます。ということで、この前のですね、午後7時35分だったですかね、ちょっと資料後ろに行ってますけど、あの月の女神様がここに、ここもうこっちベランダな、ここベランダなんですけど、南向きでここにですね私ここに母親の神棚があるんですけど、ここにですね7、80センチのボールぐらいの中にポヨヨーンっと入っていながら降りてこられましてね、で月の神様ですよとおっしゃいまして、パッと見たら薄くしか見させてくれないんですけど、丸いボールがありましたね、こう浮いてるわけですよ。その中にこう、まあ上半身、今私が映ってるような感じのこう、はい、まあ、ちょっとこの胃のあたりぐらいからこういうふうなところが、こういう感じでこう見えましてね、で私に、何とおっしゃったかというと、まず私に人々を助けなさい、自分の利益は、いわゆる私の利益は月と太陽の神様があげるから、人々に伝えなさい、いわゆる皆さんに伝えなさい、太陽は大きく熱い力を、それはどうかないんですよ。要するに月の神様がおっしゃるには、太陽の神様というのは大きくて熱い力を持っているという、いわゆる熱ですね、あの物が熱い、あれやった熱いという、それこっちの方の熱いですね。聞き返したんですよこの頃、聞き返すようになりまして、えっとか言って、はい、一応全文書いておきますからね、概要欄に。月は あなた方に光を注いでいます。何か困ったことがあれば願いなさい。空に月がなくても聞いてあげるから心で願いなさい。つまり、あの人がたまたまいる時にね、月の神様宝くじ当てさせてくださいとかね、結婚したいとかね、あと何がありますか、その家族の何、健康ね、家内安全とかありますよね。あのそういったことを、口で出して言うと、あのまあまあ別に悪いことじゃないから人に聞かれてもいいことなんですけれども、例えばそのカエルね、皆さんあの本土であの帰る時に、あの通勤電車の中でもしたまたまこう月なんかこうたまたま出ていたらですね、心の中で、仕事が今日無事に終わりましたありがとうとかね、家に帰ったら美味しいご飯が待っていますようにとかね、まあなんかそういうともかくあのほんわかとしたようなあのことでも、願えばいいんじゃないかというふうに思います。月に抱かれているイメージで願いなさい。これもう一回ちょっと巻き戻し的に言うと、空に月がなくても聞いてあげるから心で願いなさい、月に抱かれているイメージで願いなさい、ということをおっしゃっています。これはね、ああ月の神様だなと思いました。特に赤ちゃんを産んだ女性は月神様に祈りなさい、まあ、月の神様に祈りなさいということですね。子供ですね、子が大きく育ちますようにと、いわゆる願いなさいということをおっしゃってます。毎日でなくても良いから願いなさい。ですからこれ、あの私聞いた時に、聞いた後にふと思ったのは、その
要するに女性の生理もだいたい28日ぐらいのローテーションですので、月と同じような、動きで回っているわけなんですけど、回っているわけですけれども、だからその神様自体も要するにそのいわゆるその28日の周期を見ているので、特に赤ちゃんを産んだ女性はということなんですけれども、身ごもるとね、だんだんお腹大きくなってきますので、そういった、妊婦の方々も願っても当然いいかと思います。時には好きな人と月夜の夜を楽しみなさいと、きっと良いことが生まれることでしょうということなので、どちらかというと、要するに恋人同士とか、あるいは結婚してまだ子供がお腹にないんだけれども、お腹妊娠したんだけれどもという方々のために、そういうことをおっしゃっているんじゃないかと思います。私も時々月の晩にはそこにお菓子とお茶とか、あるいはコーヒーとかジュースとか、持ってきてですね、元カノと話をしたりとかいうふうには時々しているわけなんですけれども、ぜひ皆さんもですね、これちょっと全文書いておきますので、気になる方はですね、ぜひ読まれていただければと思います。大して長い文章ではありません。はい、で最後にこちらの方に神様が降臨されたわけなんですけれども、先ほどお話ししましたようにね、これ、ね、本当にね、このね7、80センチのね丸いねボールみたいなものの中に入っていらっしゃって、この上半身のちょっと下ぐらい、アンダーバストぐらいかな、よりもうちょっと上ぐらいの、姿で、薄くしか見せてくれませんけれども、羽衣を着ているような感じです。なんかね、こう着物をね、ふわふわっとこう、それボール自体もふわふわっとしてるんですが、着物も羽衣も着物みたいなのもふわふわっとしている感じなんですけれども、それだけおっしゃって、天に帰っていかれました。以前は太陽の神様。で今回は月の神様ということで、以前の動画でもお話ししていますように、何も神社仏閣だけに行ってですね拝むだけではなくて、山であったり、それから海であったり、それから川で、極端な言い方すると海も山も川もなければ、太陽、今ちょっと太陽ここから出てものすごく眩しいんですけれども、太陽もありますし月もありますし、でお月さんの場合には朝も昼も夜も夕方も出ている場合もありますので、もしたまたまお月さんが見えたら、先ほど言いましたように自分の願い事を全部言えばいいんですよ。遠慮なく、一つだけとか二つだけとかじゃないんですよ。もう全部、言えばいいです。願ったらいいです。お願いしたらいいです。どれか一つ当たるだろうなぐらいの気持ちで願うわけです。そうすると、やっぱりその神様というのは私にも告げられましたように、何らかの形のご褒美をあげますよというようなことになるかと思います。ですから、皆さんも諦めずに、祈るということで、ですから太陽や月、それからお星様、それから雲でもいいと思いますよ。以前から言いますように流れる雲を追いかけながらですね、借金がなくなりますようにとかね、災いがなくなりますようにとか、こう流れていくわけですから、なんか、洒落っぽく考えてもいいんじゃないかというふうに思います。ということで、今回の動画は、月の女神様が降臨、されました。特にやはり月の神様ですので、最後の方にもお話ししましたように、特に赤ちゃんを産んだ女性は月の神様に祈りなさいと、子が、いわゆる子供が大きく育ちますようにということで、毎日でなくても良いから願いなさいということでございました。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。次回の動画はどういう動画になるか全く
全く考えておりませんが、頑張って YouTube 動画アップさせていただきたいと思います。次回の動画まで世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら。ありがとうございました。